はい、皆さんこんにちは、ピカです。シュタインズゲートゼロやっていくよ。はい、 ATF 終了後の懇親会に潜り込めたのは伊崎の口利きのおかげだった。伊崎からはドレスコードのしっかりしたパーティーだからフォーマルスーツを着てくるようにと言われ、わざわざ一度実家に戻って着替えてきたほどだ。それぐらい気合を入れて参加し、伊崎も最初こそ第一線の研究員たちを紹介してくれた。理化学研究所宇宙航空研究開発機構、物質構造科学研究所などなどだが、すぐに自分の売り込みにどこかの大学教授のところへ行ってしまい、俺は完全に放置されてしまった。個人的に一番の目当てであるレス記念教授も名だたる研究者たちにぐるりと取り囲まれていて、とてもじゃないが学生風情が近づける雰囲気ではない。というわけで俺はただひたすら壁際に並べられている料理を取り口に運び続けていた。正直味などさっぱりわからない。にこやかに支給し回っているボーイがすぐに空になったグラスを持って行ってしまうので、仕方なく新しい飲み物をどんどん手に取る。もうすでに胃がパンパンに腫れてしまって苦しかった。膨れて、なんだか別世界の出来事みたいだ。やっぱりこういうのには向かないわ。俺が独り言をつぶやいたのと全く同じタイミングで、全く同じような言葉が近くにいた女性の口から聞こえてきた。驚いて声の主を見ると目が合った。あら、あなた。なんで中学生が？と一瞬だけ思ったが、すぐに冷や城真帆だと気づいた。公園で壇上に上がった時と全く同じ格好だ。こんな場所でまで白衣とは、まるで以前の俺みたいだな。あなたは？冷や城真帆は明らかに一人だけ浮いていた。なぜなら白衣のままだったからだ。なんで白衣なんです？たまらずそんな疑問が声に出てしまった。ちゃんとした服も持ってきたつもりだったのよ。つもりだったが忘れたらしい。だからこんな隅っこで小さくなっていたわけか。あなた昼間受付にいた人ね。そうだ、岡部凛太郎です。東京電機大学の学生で伊崎ゼミで勉強してます。伊崎に言われて急遽作ってきた特急名刺を手渡すと、彼女の方も名刺の束を無造作につかみ出し、俺の手に一枚置いた。いいわ、無理に丁寧に話さなくても。そう言ってもらえると助かる。珍しい名前でしょ、私。え、ああ、誰も読めないとか言ってたっけ。名刺をよく見ると振り仮名がやたらと大きく印刷してあった。あまりにも読み間違える人が多いからだろう。沖縄ではよくある名字なんだけれどね。そうなのか。沖縄出身なのか。曽祖父と曽祖母がね、移民なのよ。私はアメリカ生まれのアメリカ育ち。ハーフにはあんまり見えないな。クォーター？外れ。祖父祖母父母すべて日本人よ。
DNA は生粋のジャパニーズ。へえ。そこで会話が止まってしまった。基本的に俺は話術が下手くそだ。以前なら中二病全開の妄言を相手のお構いなしにひたすらまくし立てていたが、それだって会話が成立していないいたわけじゃない。ほぼ初対面の相手などには何をどう話していいのかさっぱりわからない。気の利いたことも言えない。一応自分なりに真人間になるべく面寿司を買ったりしてちょっとずつ勉強はしているのだが、一つも参考にできていなかった。話題もないままレスキネン教授の方に視線を向けてみる。今は多くの学者を相手に何やらニューロンに関する論議をしているようだ。今日はすまなかったな。ん？何が？いや、セミナーの途中で邪魔を。ああ、あれね。気にすることないわ。あなたが声を上げなかったら、多分私が同じことをしていたから。許せないの、ああいう人。いいのか、そんなこと言って。教授が言ってたじゃないか、科学者たるもの常に冷静にって。今のは科学者としての発言じゃないわ。だから構わないのよ。よっぽど腹に据えかねているらしい。ちょうど歩いてきたボーイがからカクテルを奪い取るとそのまま焼け酒のように勢いよく飲み干した。一瞬だけ頬が綺麗な桜色に染まる。しかしすぐに元の顔色に戻った。アルコールには強いのかもしれない。だけどやっぱり良くないわね。反省する。ああいう批判は言い方こそ悪いけれど、それでも事実には違いないんだもん。私たちの研究がまだ無謀の域から出ていないと言われれば、確かにその通りよ。そうなのか。取り組まなくてはいけない課題が山積みだわ。さっきセミナーで話した以上にね。例えば記憶データを元の脳に書き戻すことができても、それを脳が利用できなければ何の意味もないの。記憶があっても思い出せない状態、つまり記憶喪失の脳と同じになってしまう。冷や城真帆の言葉を聞いて俺は思い出す。クリスがタイムリープマシーンを作っている時に俺に話してくれた公爵とか推論の数々。確か人間が記憶にアクセスしようとするときは前頭葉から側頭葉へ信号が行くんだったよな。ええ、トップダウン記憶計測信号ね。だったら。そこからクリスの理論を一つ一つ思い出しながら無我夢中で話した。うろ覚えの専門用語などもとりあえず口に出してみると、冷や城真帆が意味を補足してくれた。で、最後に側頭葉に記憶を書き戻す過程で一緒にコピーしたギジパルスを前頭葉の方に送り込めば記憶検索信号はちゃんと働くと思う。あなたそれを自分で導き出したの？いや、
冷や城真帆はさっき俺が渡した名刺を改めて見直した。脳科学専攻じゃないわね。ということは誰かに？それとも論文で？うん、それはないわ。まだ論文にはまとめられてなかったはず。何かおかしいこと言ったか、俺。そうじゃなくて、私の後輩がね、全く同じ理論を提唱していたことがあるのよ。クリスのことか。どのスタッフもずっと懐疑的だったけど、彼女だけは絶対に証明できるって言い張っていたわ。結局実証試験に進む前に彼女はいなくなっちゃったんだけど。それは言うべきか。ここでクリスと自分の関係を話してしまっていいのか。この世界線では俺とクリスとはほぼ何の接点もないんだぞ。これまあ今徐々にちょっとまああの話は分かってきたというか想像なんですけどね、まだね。まあいろんな世界がというか次元というかねあって、それをまあこの凛太郎くんが体験しているというかね。うん、まあここでもクリスいたのかな、いたんだろうけど、まあ違うところでクリスとあの凛太郎くんがね接していたんですよね、多分ね。うん、まあ決してこれ、まあ、アルツハイマーの直すゲームとかそういうゲームじゃないと思うんでね。なんかそのタイムトラベラーっていうのか、うん、まあそういう方向がまあ主な主題といいますか、うん、まあそういうお話だと思うんですけど。どうしたの？腹を決めた。自分の夢を追いかけるためには動くしかない。実はこの理論クリスからレクチャーされた。え？今なんて？クリスだ。マキセ・クリスが教えてくれたんだよ。クリスがあなたに？いつ？どうして？彼女がこっちに留学してた時だ。友達になってこういう話をよくした。もちろんそれは嘘だ。俺とクリスが親しくなったのはここではない、アルファ世界線での話なんだから。でもこれぐらいの嘘は許されるだろう。そうだったの、あのクリスが。ありがとう、感謝するわ。その言葉に驚いた。まさかそう返されるとは思っていなかったから。何が？彼女と友達になってくれてよ。日本に来てたった一人で。たった一人で勉強していてもきっとつまらなかったと思うから。口喧嘩ばっかりだったけどな。あの子らしいわね。絶対に負けを認めなかったでしょう。ああ、へりくつばっかりこねていた。ロボトミー手術してあんたの前頭葉を書き出してやるぞとかよく言われたし。まさかそんなこと。クリスなら言いそうね。だろ？ちゃんと後輩の教育をしておいてほしかった。その点に関しては認めるわ、陳謝します。え？笑ったと思ったら冷や城真帆は突然涙をこぼした。
どうした？あ、とりあえず慌ててハンカチを差し出す。え？彼女は自分でもうなぜ泣いているのか戸惑っているようだ。というか俺も戸惑ってしまう。今の会話で彼女の中の何らかのスイッチを押してしまったのか。大丈夫か？平気よ、ごめんなさい。彼女は俺のハンカチは受け取らず、白衣のポケットから取り出したポケットティッシュで目尻を拭いた。拭った。勇敢なる大佐のアインシュタイン。え？振り向くとレス記念教授が満面の笑みを浮かべながら大股で俺の方へ歩み寄ってくるところだった。そのままの勢いで俺の手を掴んでくる。ものすごい強引な握手。しかも手はクマみたいに大きい。いや、手だけじゃない。目の前に立たれると公園で見た時よりもさらに大柄に感じた。俺も背は高い方だが、その俺よりも頭一つ分大きいと思う。あの教授、俺その、いかん。あまりに突然のことにテンパってしまって自己紹介すらおぼつかない。っていうか教授は今日本語を喋らなかったか。しかし私の助手を泣かせてしまったのは見過ごせないね。いや、これは違います。教授、私が勝手に、彼は関係ないですから俺と冷や城真帆は揃って全力で否定した。だが俺は なんで冷や城真帆が泣いたのかよく分かっていないから、言い訳のしようがない。それでますますあたふたになってしまう。つまりそのクリスです。彼とクリスの話をしていたらいろいろ感情があふれてしまって。クリス、君はクリスの友人？それは、はい。岡部凛太郎さん、学生だそうです。冷や城真帆が紹介してくれる。レス記念教授は優しげな表情で俺にゆっくりとハグしてきた。巨人に抱きすくめられ窒息しそうになる。それがクリスへの追悼の意であることはなんとなく理解できた。そうですか、そういうことなら魔法。はい。ミスター・オカーベに会わせてあげたらどうかな、彼女を。まさかアマデウスを。なるほど、クリスとか。ここで彼に出会って偶然、その幸運を大切にしたいじゃないか。日本にいる間彼にテストになってもらってもいいよ。本気ですか？部外者なのにそんないきなり。クリスの友人ならば部外者ではない、そうだろう。ですが何の話だ。わからないが、せっかく舞い込んできたレス記念教授とのつながりだ。みすみすチャンスは手放したくなかった。俺ぜひお手伝いしたいです。ナイス。教授は俺の肩をポンポンと叩き満足そうに笑った。まるで子供みたいな無邪気な笑顔だ。じゃあ詳細は魔法に聞いて、よろしく。教授は他の研究者に呼ばれ俺たちの元から離れていった。
ヒア城真帆は信じられないとでも言いたげに首を左右に振っている。アマデウスに合わせるとかテスターとか一体何の話なんだ。コンベンションでやったデモンストレーション、アマデウスは私の記憶を使っていたんだけれど、アマデウスのデータとしてもう一人分研究者の記憶が保存してあるのよ。もう一人分の研究者の記憶？その言葉が何を意味するのか。ここまでの比谷城真帆とレスキネン教授の会話からやがて一つの答えが導き出された時、ドクンと心臓が高鳴った。まさかあいつなのか。そう、アマデウスの中にはマキセ・クリスの記憶が保存されているわ。8ヶ月前のクリスだけれどね。ATF でのパーティーから数日が経っていた。池袋から急行で10分ほど、埼玉県の和光市っていうのこれという駅からさらにバスで10分、独立行政法人理化学研究所からほど近い場所に建っているビルの2階に目的のオフィスはあった。世界脳科学総合研究機構日本オフィス準備室。入り口のプレートにはそう書かれていた。3種類の特殊な鍵を使い、さらにセキュリティカードまで使ってようやく中に入ることができた。ここは？各国の脳科学研究者が連携をして新しい機構を作る予定なの。私たちの研究所が主導してね。比谷城真帆はそう説明して先導してくれる。オフィスといっても借りてからまだ間がないのだろう。並んだ事務机のうちほとんどが空席で誰も使った形跡がない。ホワイトボードすら掲げておらず、殺風景な部屋の印象をさらに濃くしていた。北向きなのか日当たりが悪い。蛍光灯のブミ乾燥な明かりだけが照らし出す室内はひどく寒々しい雰囲気だ。ここはあくまでも準備室だから。空席ばかりのディスクの中、しかし2席だけ書物などが置かれている机があった。そのうちの一つ、メモやら計算機やらコーヒーカップやらサプリメントの瓶やら、とにかくいろいろなものが散乱してぐちゃぐちゃと汚い方に、比谷城真帆はバッグを置いた。ということはもう一つの整理整頓された机がレスキネン教授のものだろう。教授は今日はオフ。まあ日曜だからな。君も？ええ、そうじゃなかったら昼過ぎまで寝ていられるわけないでしょ。確かにさっき和光市の駅前にあるホテルまで迎えに行ったら寝ぼけ目で部屋から出てきた。寝ぼけまなこか。俺はこの日レスキネン教授から提案された通り、アマディウスのクリスと会わせてもらうことになっていた。テスターがどうやらという話についてもここに来るまでに比谷城真帆からざっくりと教えてもらった。要はアマディウスの対話サンプルデータが欲しいらしく、俺に24時間いつでも対話をできるような環境を与えてくれるということらしい。
詳細についてはまだそれ以上は聞いていないけれど、24時間アマディウスのクリスと対話できるようになるか。あいつはクリスのアマディウスはここにいるのか。ええ。ヒア城真帆はうなずいてから俺の方をちらりと一別した。あいつと呼んだわよね今。え、ああ。私が思っているよりもずっと親しかったのね、あなたたち。あ、答えないことが答えになってしまったのかもしれない。そんな俺の態度に対して彼女は珍しく逡巡した様子を見せた。だとしたら会うのはやめた方がいいかもしれないわよ。どうしてだ。相手が親しい人であればあるほどあのシステムは残酷だと思うから。大丈夫だ。はあ、分かった。もう言わない。その代わり一つ覚えておいて。ロードする記憶はクリスが最後に更新をした3月のデータをベースにしたものよ。だから3月以降、例えば彼女が日本に留学していた時のことを聞いても全く通じない。そういうことになるな。それに3月から今日までの間に私や教授が何度も起動してしまっているから、その度にクリスは、ああ、アマデウスの方のクリスね、彼女は元のクリスとは違う記憶を蓄積しているわ。私たちが聞かせた話、ネットで検索した情報、新しく会話を交わした人たち、そういったものをね。つまりこれから会うのはあなたの友人だったマキセ・クリスではないということ。ああ。このシステムの問題点の一つなんだけれど、往々にしてこちら側、つまり人間の方が混乱してしまうのよ。まるで本当のクリスと今この瞬間にチャットでもしているような錯覚に陥るから。現実と虚構を混同するなということか。共有できていない記憶の齟齬に関してこちらの脳がついていけなくなってしまうのね。齟齬、なんちゅう難しい字だあれ。なんだあれ、初めて見たぞ。共有できない記憶の齟齬、その感覚ならうんざりするほどにわかるさ。リーディングシュタイナー、俺だけが持つ自分と他者との間に記憶の食い違いを生じさせてしまう力。案内してくれ。ヒア城真帆は小さくうなずくと、こっちよ。部屋の奥へと足を向けた。その先に分厚いパーテーションで仕切られたブースがあった。ブースの中に入るためにはさっき準備室に入るのに使ったのとは別のカードキーと暗証番号が必要だった。ずいぶん厳重なんだな。今の時代、産業スパイが一番恐ろしいの。ヒア城真帆が暗証番号を入力するとドアのロックが解除された。どうぞ。ブースの中は4畳半ほどで、広さほどの広さになっていた。一隅に真っ白なディスク、その上には30インチはあろうかというモニター、一体型の PC が鎮座している。少しだけ後ろに座っていて。
PC での作業を背後から見学できるようやや小さめのソファーが置いてあった。俺はそこに腰掛ける。冷や城真帆が PC の電源を入れキーボードを叩き始めた。しばらくして画面にアマディウスシステムという文字が浮かび上がる。 ID を打ち込むのが見えた。セリエリ。アマディウスに対してサリエリか。何か意味があるんだろうか。そういえばアマディウスという有名な映画にはモーツァルトの天賦の才を憎み恨み。しかし心の奥底では彼に心酔しきっている人物が登場する。ウトミか。その人物こそがサリエリだ。パスワードは見ないで。真帆の自分の体で手元を隠すようにする。真帆が、俺も視線をそらした。システムへのログインが完了し、モニターはコマンドプロンプトが表示されているだけの何の飾り気もない真っ黒な画面になった。準備はいい？ああ、頼む。冷や城真帆がプロンプトの後にコマンドをいくつか打ち込んだ。ごめんなさい、ここはちょっと見せられないの。まあ、俺が見たところでさっぱりだけどな。でも一応ね。冷や城真帆は椅子を回して俺へと向いた。ふと自分が拳を固く握りしめていることに気づいた。いつからそうしていた。手のひらはじゅわりと汗ばんでいて、親指の根元の膨らみに爪の食い込んだ跡ができていた。もしかして思いのほか緊張しているのか、俺は。どうしたの？いや、今になってちょっとおじけづいてきた。まだ間に合うわよ。今すぐここから出ていけばいいわ。意地が悪いな。そう？あなたのこと心配してあげてるのに。だったらもう少しそれらしい言い方をした方がいい。クリスといい、君といい、実験大好きっ子は。一瞬以前のようなふざけた傾向が、軽口が言葉として出てしまいそうになった。慌てて言い換える。実験ばかりに明け暮れているやつは可愛げがない。今の発言は明らかに誹謗中傷ね。侮辱罪で訴えてあげてもいいわ。やめてくれ、恐ろしい。いい弁護士を知っているから紹介してあげましょうか。その前に告訴を取り下げてくれ。示談に持ち込もうというのなら、それ相応の金額は覚悟することね。後で毒ペンを奢るかな。安い。冷や城真帆は喉の奥でククッと小さな音を立てた。どうやら笑っているらしい。普通なら尺に触る仕草なのだろうが、不思議と目の前の少女、いやもう立派な成人女性なのだが、のそれは不快に感じなかった。冷や城真帆は科学者特有の気難しさが目立っていて、いつもどこか不機嫌そうで、気ばかりがやたら強い女性という印象が強かったのだが、
案外憎めない一面もあるみたいだ。ああそうか、彼女は、真帆はクリスに似ているんだ。初めて会った頃のクリスがやはりそうだった。高慢でいけすかないやつ、決して自説を曲げようとせず、頑固で意固地で、何か一つ言うと眉を吊り上げながら攻め寄ってきてはいちいち反論してきた。なんて可愛くない女だろうと心の底から思っていたものだ。ところがその第一印象とは裏腹に、クリスの内面はとても脆く、傷つきやすく、そしてどこまでも優しく愛おしく。何がおかしいんです先輩。唐突に女性の声がスピーカーから響いた。あ、たまらずソファーから腰を浮かしていた。その声を俺は知っている。忘れるはずがない。忘れるはずが。真帆の手がモニターをオンにする。画面に俺が片時も忘れたことがない彼女の姿がふわりと浮かび上がってきた。脳科学研究所で働いていた時の姿を模しているのだろうか。彼女はその身に白衣をまとっている。 PC のカメラが自律的に俺へと向いたように見えた。先輩、そちらの方は。真帆が俺のことを紹介している。その声はもう俺の耳には入っていなかった。ただ見入ってしまう。今にも指を伸ばしたくなる。触れてしまいたくなる。そこに彼女がいる。岡部凛太郎さん、はじめまして。牧瀬クリスです。どうぞよろしく。さあ岡部さん、リラックスしてください。あなたは私の声を架け橋として過去へと降りていきます。どん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 降りていって、やがて柔らかい色をした光が見えてきます。
夢を見ていた。ハクチュームだ。自分が大きなソファーに身を委ねてカウンセリングを受けているのだという自覚はある。できるだけ心を落ち着けて、臨床心理士の言われるままに風景をイメージする。その光は何色に見えますか？赤。赤ですか。なるほど。その光の中にあなたの大切な人が立っています。その人はあなたの家族でしょうか？いや。では友人、それとも恋人？恋人。いや、恋人じゃない。友人ですらない。ではどういう？俺とあいつは。脳裏にまるで間欠泉が吹き上がる時のように、突然さまざまな思い出が溢れ出した。ちょっと来てくれませんか？岡部さん、俺が刺した。俺がいいですか？私があなたの肩を叩きます。それを合図に意識がはっきりしてきますから。3、2、1、はい。パンという音とともに両肩に振動を感じた。クリスの苦しそうな顔は一瞬で消え、自分の意識が徐々に覚醒していくのを感じる。ゆっくりとソファーにもたれていた体を起こした。途端に頭がクラッとして前にのめりそうになる。大丈夫ですか？少し休んでいてください。今タオルを持ってきますから。心理室は手術室から出ていった。自分が全身汗だくになっていることに気づいた。寝室は空調がちゃんと効いているから暑くて出た汗ではないのは確かだ。メンタルクリニックの催眠療法というのは初めての体験だったが、妙に体が重かった。外に出ると池袋の街にはすっかり夜が訪れていた。12月を目前に控えて吹く風はすっかり冷たい。どうだった？おかりん。
前マユリンか。はい、まだね話がねちょっと見えてこないんですけどね、もうストーリーね、理解能力ないからね、本当にね、すいませんね。まあ、うん、楽しんで、まあ楽しいけどね、うん、感動もあるっていう話だからね、うん。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回この続きやっていきましょう。またね。